次に調布警察署から、秋の全国交通安全運動と交通安全のポイントなどについてお伝えします。調布警察署の江口さんにお話を伺います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。秋の全国交通安全運動の期間と目的を教えていただけますか。はい、9月21日から9月30日までの10日間で、市民の皆さんに交通安全思想の普及浸透を図り、交通ルールの遵守と正しい交通マナーの実践を習慣づけるとともに、市民の皆さん自身による交通環境の改善に向けた取り組みを推進することによって、一件でも多くの交通事故を防止することを目的としています。全国交通安全運動で皆さんに意識してもらいたい点はありますか。はい、運動の重点は5点あります。1点目は子どもと高齢者をはじめとする歩行者の安全の確保、2点目が夕暮れ時と夜間の事故防止と歩行者等の保護など安全運転意識の向上、3点目が自転車の安全確保と交通ルール遵守の徹底、4点目は飲酒運転等の悪質危険な運転の根絶、5点目が二輪車の交通事故防止です。調布警察署管内の交通事故の発生状況はどのようなものなんでしょうか。はい、調布警察署は調布市と狛江市の2市を管轄しています。調布警察署管内では残念ながら本年3件の交通死亡事故が発生しています。人身事故件数は前年と比べ増加しており、人身事故の特徴としては自転車が関与する事故が多くなっています。自転車の交通事故の特徴を教えていただけますか。はい、自転車の交通事故のうち最も多いのが出会い頭の事故で、その主な原因のほとんどが一時不停止と信号無視です。一時停止の標識があるところでは必ず一旦止まり、左右の安全を確認しましょう。一時停止の標識がないところでも、狭い道路から広い道路に出るときや見通しの悪い交差点では注意が必要です。信号の色にかかわらず交差点を進行する際は左右の安全を確認することが大切です。警視庁では自転車利用者の方が安全に楽しく自転車に乗るために、耳に残り口ずさんでもらえるような自転車の正しい乗り方の歌を作成しました。楽しいイラストと一緒にお聴きください。お子さんにも楽しく覚えやすい歌ですね。はい、この歌を聴いて自転車の正しい交通ルールをたくさんの方に知っていただきたいと思います。自転車は車の仲間です。手軽で便利な乗り物ですが、交通ルールやマナーを無視して危険な運転をすれば重大な事故につながります。被害者だけでなく加害者になってしまうケースも多くあります。自転車乗車中も交通ルールを必ず守り、交通事故防止に努めましょう。安全運動期間中に開催される行事などありましたら教えてください。はい、安全運動中は調布警察署の管内の各地で騎馬隊による交差点見守り活動や自転車安全利用キャンペーンを実施予定です。セルフ方式での反射材の配布等を行います。お近くにお越しの際はぜひお立ち寄りください。では最後に市民の皆さんにメッセージをお願いします。はい、交通事故は一瞬の出来事です。その一瞬で大切な命をなくしてしまうかもしれません。また人の命を奪ってしまうかもしれません。ほんの少しの気の緩みやルール違反が重大な交通事故につながります。悲しい事故をなくすため、一人一人が交通ルールを守り、皆さんで安全安心な街にしていきましょう。
調布警察署の江口さんにお話を伺いました。